俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、アップデート来ましたんで、それについてまとめていこうと思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、これ来てるんですけれど、正直ですよ、ほとんどの要素っていうのは、まあ、6月の30日に始まるってなってますね。まあ、チップショップの更新とかもあったと思うんですけれど、まあ、あれもね、6月30更新なんで、今のところまあ、内容の方は、まあ、特に変わってないっていう感じになってますね。内容変更とかは今のところないっていう、まあ、スマートフォンアップデートのタイミングで、まあ、コラボレーションの内容とか、アップデートの内容っていうのは分かってくるっていうですね。まあ、そんな感じに皆さん覚えておくといいと思いますね。で、プラスですね、まあ、一応、まあ、今変わってる要素としてしましては、まあ、ショップの方にですね、アイテムが一部追加されているという風になってます。このスタンプ機能って、まあ、あんま使わないと思うんですけれど、このスタンプ機能におきまして、まあ、実況者コラボでですね、まあ、スタンプってのが3つ追加されているっていうですね、まあ、こちらの方と、こちらの方、そして最後、こちらですね。これ今のところスタンプ使ったことないからさ、ちょっとなんかまあ、あれなんですけれど、まあ、使っている方は結構嬉しいんじゃないですかね。まあ、そんな感じであるっていう風になってますんで、覚えておくといいと思います。で、あと、栄光ガチャのですね、更新があったと思います。上質の方ですね、まあ、更新されてまして、一応割引の方ですね。優勝で行く場合、80金券が50金券になるっていうですね。割引の方が実装されてます。まあ正直必要かって言ったらあんま入れないっていう。まあ金券で回さないしね。こうなんか配布でしか回さないんで。はい。まあ、特に、いらない機能かなって思いますね。中身の方は今のところ更新は入っていないっていう。まあ、30からいろいろ、ま、始まるイベントとか、まあ、追加される要素とか多いんで、まあ、もしかしたら30以降ですね、スマートフォンアップデートのタイミングで、更新の方は入るかもしれないっていう風に、皆さん覚えておくといいと思います。現状 PC はないですけれど、まあ、スマートフォン実装のタイミングで変わる可能性はあるっていう、そんな感じですね。天井の方も、ま、中身据え置きっていう感じになってます。まあ、まず、経営二癖が消えてないからね。まだ消えていませんので、まあ、ここは消えないと、わからんからね。そんな感じっすよ。で、あとですね。来月の豪華限定版の車もわかったっていう。まあ、魔敵の方ですね。なんでこれ魔敵なん？ね。一生も魔敵。ね。どうせやったらその新しい車とかね、あと永遠とか、まあ、そこら辺をなんか豪華限定版にすればいいのに、なんで魔敵の豪華限定版持ってくるみたいなね。まあ、ただやさえ豪華限定版いらないっていう風になっているのに、輪をかけていらない車を持ってくるっていうね。まあ、その永遠とかやったらさ、まだそのなんか妥協して使うとか、性能的にこっちの方がいいっていう風に思ってですね、選ぶ人っていらっしゃると思うんですが、なんだろう、魔敵なんだろうね。不明なんですけれど。一応は魔敵になってるっていう具合ですね。公式サイトのチャージセンターを使うだけで、いつもより多く課金できるのだ。ではね、一応、まあ、ルームの設定の方に、まあ、こんな感じでね、まあ、ダウン無敵時間のオンオフ機能が実装されました。まあ、これによって、まあ、ダウン飛ばし、通過しないかっていうのが選べるっていうですね、な感じになってます。ちょっと一応通常の方行って、まあ、ボト倒してですね、まあ、実際ダウン飛ばし、どんな感じになっているのかっていうのも、まあ、見ていきたいかなっていうふうに思います。じゃあまずは、ダウン飛ばし、これをね、オンにした状態で、ボット倒してみましょうか。はい。OK です。まずじゃあ、ダウン無敵オンの状態で撃ってみましょうか。まあ、無敵があるとこんな感じ。これオンですよ。ね。これが、まあ、ダウンの無敵オンの状態の、あれっていうね、意外とダウン無敵オンでも、割と飛びますね。はい。じゃあ次は、ダウン無敵をですね、これオフにするとどうなるのかっていうですね。まあ、これをちょっとやっていこうと思います。OK です。早速じゃあオフの状態で殴ってみましょうか。こんな感じですね。めっちゃ早い。ガチ早い。マジで。あ、今までじゃあ、なんだかんだ、ダウン無敵、あれなんですね。オンになってたんですね。めっちゃ早いよ。切り速がね。やばいっす。これっすよ。だって、秒じゃん。マジ。飛ばしってレベルじゃないもんね。ね。これよ、早いもん。ダウン無敵オン。ダウン無敵オフ。同時に射撃。結構早いですね。ね、もうほぼないもん、ダウンが。ほぼないからさ、これ結構オフになったら、それはそれでクソゲーかもしれんすね。はい。荒野行動勝てないのだ。そうだ、そんな時は。チャージセンターで金券をたくさんゲットしよう。金枠の銀杏がみんなを待っている。今なら解放の戦士にかも当たる。ドンドットット。ドンドットット。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、最近の荒野のコラボ先、大手のアニメ作品ばっかだから、それはすごいと思うと、ね、結構なんか、ビッグタイトル増えましたよね。なんかこうやって見ていると、コラボレーションの売り方とかも結構変わっている部分とかはあったりするんで、なんか代理店変わりました、みたいな。ね。
広告代理店もしかして変わったっていう風になんか見えなくもないなっていう風に、まあ、正直なんか思ってますね。まあ、ディスコードのね、イベントのやつとかもそうですけれど、ちょいちょいなんか代理店が違うなみたいな思う時があるんで、まあ、一つのゲームに一つの代理店が全て担当してっていうわけではないんで、いくつかの代理店がついて仕事をね、いろいろしているって感じだとは思うんですけれど、まあ、なんか、ようやっている代理店がおるんかもしれないですね。で、次こちらですね、オレンジ役の衣装でも永遠の消防隊の顔みたいになったら許されないと、ね、もう大炎上ですよね。ワンピースファン結構熱狂的な人が多いんで、そうなった瞬間、そのゲームのスクリーンショットが大量にその SNS に投稿されて、もう燃えまくるっていう風になりますよね。まあ、ワンピースっていうだけでそれなのに、まあ、ワンピースってしかもそのゲームとのコラボレーションって、まあ、滅多にせんじゃないですか。まあ、そんな中で、もしもそういう風になってしまったら、ね、いざゲームとコラボレーションして、それが怖い行動で、なおかつ怖い行動適当だから、まあ、こんな感じのスキンになってしまいましたってなったら、大炎上、もうネットニュースに取り上げられるぐらいの、まあ、行為ですよね。はい。そういうバグが起きたらね。例えばなんか、ウソップとかね、ルフィとか、ゾロとか、サンジとか、ね、そういうキャラクターたちのスキンが出て、いざ実装されて、顔を見てみたら、顔だけなんかウルージさんみたいになっているっていうですね。まあ、そんな感じになったら最悪っすよ。で、次ですね、大将のマントが当たるダイヤガチャが欲しいと。まあ、大将のマント結構いいっすもんね。前バトルパスでありましたけれど、ぽいやつが。じゃなくて、ちゃんとまあ大将のマントとして、まあ作って、まあ実装みたいな、あったら結構良さそうな感じですよね。まあそれとか、あとはワノ国編で、ルフィがですね、カイドウと戦う前にですね、まあつけていた黒いマントあるでしょう。海賊王のマント。あのマントとかも結構ね、実装されたら良さそうですよね。真っ黒いマントで、結構見た目かっこいいからですね。まあ真っ黒のマントって意外と怖いことないっすもんね。バットマンのマントが一応真っ黒のマントなんですけれど、まあ、バットマンのマントってマーク邪魔だからですね、結構。まあ、ですので、マークがない形で、まあ、そのワンピースコラボレーションとして、海賊王のマントの方が実装されたら、結構ま、普通に見た目良さそうな人気のスキンになりそうな気がしますね。まあ、で、今回ですね、フィルムレッドの宣伝で、まあ、コラボレーションするっていう風になっているんで、そのフィルムレッド周りのですね、キャラクターしか出てこないっていうのが、まあ、悲しいところっすよね。ヤマトもワンチャンね、出てこない可能性あるっていう、ね、そこら辺がま、なんとも言えないっていう感じっすよね。例えば、そうですね、まあ、麦わらの一味とか、シャンクスとか、あと、シャンクスの娘の歌とか、まあ、そこら辺はですね、多分出てくるんかなと思うんですけれど、まあ、人気キャラクターでもワンチャンそのスキン化されなさそうなキャラクターっていうのが、ちょいちょい出てきそうな気するのは、なんか、あれだなっていうね。例えば、まあ、トラファルガーローとか、まあ、ボアハンコックとかね、まあ、エースとか、まあ、そこら辺はなんか、出てこなくても、もうおかしくないのかなっていうですね。はい。まあ、人気投票とか見ていると、ね、あと、キャロットとか、まあ、カタクリとか、コラさんとか、あと、ドフラミンゴとか、そこら辺ですね。はい。まあ、人気なキャラクターっていう風になっているわけなんですけれど、まあ、映画との兼ね合いで考えると、まあ、出てきづらいよなっていう、スキンにはされづらいよなっていうキャラクターですので、なんかもったいないなと思いますね。まあ、ワンピースキャラクターめちゃくちゃ多いからですね。まあ、一応、フィルムレッドの告知に、ビッグマム海賊団のクルーたちとか、あとは、ま、CP9 のね、人とか、まあ、そこら辺出てるんで、そっちのキャラクターの方はワンチャンできてもおかしくないのかなっていう風に、ま、思いますね。はい。あと、ま、告知の方を見たら、トロファルガローの告知もあるんですね。じゃあ、ローも結構出てくるんかな。うん。だって人気投票5位だからね、ロー。そう考えたら出てきそうっすよね。小屋行動ゲームだ。今は200連ガチャ無料プレゼントだし、今度こそガチャを引くぞ。なんだ、紫しか出ないじゃないか。こんなクソゲームはおしまいだ。なんだと、銀杏にデートに誘われたぞ。行くわけないだろ。いや待てよ、隠しアイテムがあるかもしれない。なんと金枠スキンだ。最強セダンだ。やはり荒野行動は神ゲーだ。君も今すぐダウンロード荒野伝説。